エントリーナンバー22番澤田明雄31歳ピッツァサルバトーレコーモ伏見両輪を教えます。僕にはたくさんの仲間がいます。応援してくれる知り合いがいます。友達がいます。料理を通してたくさんの人と出会い、つながりを大切にしてきました。だからこそみんなを巻き込み、自分自身大会で成長し、生意気ですがこの大会で料理人の新しい未来を切り開こうと思って参加しました。今回の私の料理はリボリータラジャポネーゼです。テーマはイタリアと日本のお袋の味の融合です。2つの料理を一切オーブンなどを使わずに家庭でできるように仕上げました。豆を使ったリボリータというイタリアのスープ料理に和の要素を施した具材を入れ、丹波の黒豆を使ったリゾットを入れていくことによって日本のおじやに変化していきます。五感を意識しつつ、お客様がテーブルの上で調理することにより楽しめる料理にしました。これ自家製の鶏肉の生ハムで、これ自家製のパンチェッタです。スープ作るときはこの自家製のパンチェッタとこのリボリータに使うお野菜を入れて作ります。一度油揚げを湯通しして、その後冷凍しパリパリにした状態とチーズを合わせてクロカンテにしてあります。今料理人不足の危機を迎えています。機械も進歩し、ロボットの作る料理も格段に美味しくなってきました。人の手で作る料理は正確さを売りにしたロボットとは違います。今大会出てる出場者皆さんの力を共有し、料理界の底上げをし、目標となる憧れとなる人を一人でも増やし、これから目指す若者に料理を志すきっかけになればいいなと思います。食材の価値だけではなくて、食材一つ一つにどれだけ悩むか、どれだけ考えるかという過程を大切にしています。食材は命あるものです。その命を自分の今できる最大限の力で調理し、お客様の方に伝わればいいと思ってます。